14インチの M4MacBook Pro を買ってみた整備済み品といいましてここに AR グラスをこうつけてですねスピーカーのね音質が MacBook Pro ってもうそれはそれはもういいんですよ実は OpenAI の ChatGPT のディープリサーチにちゃんと調査をしてもらいました はい、こんにちは、ニレコムです。16インチ M1MAX の MacBook Pro を持っているニレコムが、14インチの M4MacBook Pro を買ってみたーということでございまして、3年ぶりにですね、ようやく MacBook Pro を買い替えました。でね、この、この大きさって言いたいんですけど、実はね、手前に置いてあるだけで、こう引いてみるとそんなにめちゃめちゃでかいわけではないですね。 ケースに入った状態ですケー,スケースっていうかねこの紙の箱があれなんかおかしくないですかってなんか本当にこれ正規品ですかっていうツッコミが入りそうなんですけどこれは整備済み品といいましてど新器じゃなくて一回おそらく新品で市場に出回った後まあ初期不良交換か何か その買ったんだけど最初に買った人のファーストオーナーの気に入らないか何かの理由でご返品になったやつですねを再度必要なパーツを取り替えて付属品は新たに入れ替えてで箱を変えてもう一度市場に出しているその代わり新品価格のマックス15%引きで買えるというのが 整備済み品ですちょっとね今日はこの話をしていきたいと思います3年ぶりにね大枚はたいて買ったんでもうちょっと嬉しくて嬉しくてしょうがないんでちょっとこの話をさせてください今ですねニルコムは JR 大崎駅っていうところにずっと通勤していまして途中ですね例えば山手線とかにこう乗り換えて現地まで行ってますとで実は この後ろ、後ろ多分映ってないかもしれないですね。少しずれてみようかな。見えますか皆さん。今使っているのが、この16インチの MacBook Pro、M1Max でございます。まず、10コア CPU、32コア GPU、そして16コアニューラルエンジン搭載の Apple M1Max、MacBook Pro ですね。 メモリが 32GB ですね。にドドンとこう増量してまして、ストレージが 1TB あります。で、これで当時買った時のお値段が419,800円。チ,チンって感じで、これをですね、実は出勤する日はですね、毎日まあ会社に行ってるわけではないんですけれども、出勤すべき日は必ずですね、これを背中に背負ってるんですね。 かつ、会社の PC は全然別なので、実は、ノート PC を2台ですね、なんと持ち歩いているというね、もう、それはそれは苦行で、なんか、二宮金次郎ですか、あなたは、みたいな感じで、で、そんな重たい MacBook Pro を持ち歩いて、一体あなた何やってんのって話なんですけれども、動画の編集を、こういった YouTube 動画の、4K 動画の編集、 するのに使っています。重量がですね、なんと 2.2kg。2.2kg。これは結構きますね。かつ、もう一個のまあ、ノートももうちょっとちっちゃいんですけれども、やっぱり 1kg は超えるんで、プラスなんやかんや持ち歩くとまあ、全体に5キロか6キロぐらいですかね。荷物としては。で、結構ね、かさばりますし、なかなか 大変だなぁと、肩こるなぁと思っていて、そろそろ別の、まあ、3年前回買ってからね、経っているので、全然健在でパフォーマンスもすごく良くて使えてるんですけど、そろそろ買い替えてもいいかなぁっていう肩こり防止のためにっていうので、再検討し始めました。 でね、持ち運びの軽量さだけを考えるんだったら皆さん UMPC って分かりますかねまあこれぐらいのこれぐらいのサイズスタたってものにもよるんですけれども UMPC と呼ばれる、まあ、ウルトラモバイル PC かな小型軽量でその代わりキーボードとディスプレイのサイズがかなり詰まっている。 タイプのやつがあるんですけれどもそれをまず持ち歩いてディスプレイはめちゃめちゃ狭いのでここに AR グラスをこうつけてですね例えば XReal1 っていう商品があるんですけれどもそれをここにつけておいて PC からこつないでディスプレイはここにあってですね本人的には広大な編集画面でここにダヴィンチリゾルブをこう表示させてですね 編集しようかなとか、なとそういうかなりエッジの効いた構成も考えてみましたが XRR だけに限った話じゃないんですけど AR グラスの、まあ、弱点として縦のねピクセル数はそんなに多くはないんですよね対してダヴィンチリゾルブのような動画編集ソフトっていうのはタイムラインといって複数の例えば動画を縦にこう積み重ねて 今はビデオ2表示します。今はビデオ1表示します。みたいな感じで、複数のこう行を表示する必要があるんですね。かつ、プレビュー画面がそのタイムラインのこう上に乗っかってるのが通常なので、そうすると、まあまあね、縦のピクセル数が必要なんですよ。そうすると、AR グラスだと、あんまり体験として良くないんじゃないのかなーっていう気がしていまして。ので、それは、 一旦置いといて、まあ普通にですね、そしたら、Windows PC か、まあ、MacBook の最新何かを買おうかなっていう話になり、ま、で、MacBook Air の M4 をまず考えたんですね。重量的には約1 k ロぐらい軽くなるので、やっぱり Air がそのもも、もともとの目的ですね、比較的軽量で 4K 動画のこう編集ができるスペックっていう意味だと、第一候補として上がりますと。 いいいうので、ろろ検討ししてみましたただですね、気になるのは、この後ろにある MacBook Pro と比べて、どうしてもね、ちょっとこうパフォーマンス的に限られると。4K 動画の編集の時に、複数の動画を同時に編集したり、カラーレタッチをいろいろ凝ってみたり、要はダヴィンチリゾロブで比較的凝ったことをしようとすればするほど、CPU と GPU のパフォーマンスはかなり取られると。 いうことで、どうなのかなぁと思い始めましたっていうのは一点。で、もう一つは、なんか本末転倒って言われそうですけど、スピーカーのね、音質が MacBook Pro ってもう、それはそれはもう、いいんですよ。Air を元々 MacBook Air の M1 を使っていたんですね。実は、ニレ県の中にはあってですね、某 QA チームの方にお下がりで、 上げちゃってです、ね、まあ今考えたらちょっとタダで上げちゃうのもったいなかったな <laughs> って感じなんですけれども改めてですね聞かせてもらうとやっぱりスピーカーの音質に天と地ほどのこう差があるプロは、まあ、スタジオスピーカー的に忠実に音を再現するってこう言われていて それもあるんですけど重低音のねこうサブウーファーみたいなのがこう入っていて全域にわたって癖なく綺麗に音が出るんですよ。だから家でこの部屋でですね音楽を聴く時っていうのはもっぱらこの MacBookPro で聴いてるぐらい非常に気に入っています。 そして動画を編集するときに、例えばバックミュージックを被せたりしますよね。そういったときに全体の音のこうバランスであったり、聞こえ方だったり、先日お送りしたドリフトタクシーの動画の場合だと、さらにこう車のエンジン音とかも被かさってきて、全体としてどう聞こえるのかなっていうのを最終形を見たいと。そしてこうテレビで お送りする時とヘッドホンでこう聞く時とどう違うのかなっていうのも見たいとなるとやっぱりスピーカーの音の、まあ、テレビで聞いた時のねテレビで聞いた時の状態を仕上がりをできるだけこう近い形で確認しようと思うとやっぱりスピーカーの音質いいものを使いたいなっていうことですと。 別にこうスピーカーカ外付けけけででつけてもいいんですけどねただねこれがこの MacBookPro のスピーカーほんと気に入ってて音楽聴く時はねもう間違いなく家だったら間違いなくこれっていうぐらい気に入ってるのでもうねちょっとエアーのね音質を久々に聴かせてもらってあーなんか俺は戻れないんだなっていうふうに思っちゃいましたと。 あとは全体のこうパフォーマンスが本当に 4K のね自分の求める編集シーンですね、編集条件で合うのかどうかっていうのはもうちょっと突き詰めてみたかったので、実は OpenAI の ChatGPT のディープリサーチにちゃんと調査をしてもらいました。 比較対象として、まずオリジナルの MacBook Pro の M1 Pro Max ですね。10コア CPU、32コア GPU。まあ今から考えても、32コアですよ。この、やっぱりね、この GPU の多さは絶対なんか効いてくるに違いないと。そして、まず最初に検討した MacBook Air の M4 ですね。これは10、えー、10コア CPU、10コア GPU メモリが、 まあ、24GB と 32GB と両方ですね、やってみました。かつ、今回のそのプロですね。MacBook Pro の M4 で、まず、一番安いモデルですね。Air と同じ10コア CPU と10コア GPU で、その代わりメモリを持って 32GB。これは新品を買う前提ですね。かつ、最終的に買いました、MacBook Pro の M4 ですね。14コア CPU で20コア GPU ですね。コア数が倍になっております。他の M4 世代のものと比べて倍にしておりますで、メモリが 24GB っていうことで、メモリね、32GB に本当はしたかったんですけれども、それやっちゃうと40万超えコースになっちゃうので、うわ、ちょっと手が、 いやー、いくらなんでも出ないなーっていうので、それは外しました。あ、作業条件として、後でスクリーンショットを表示しておきますけれども、要するに、まずやりたいことは、えー、2つ。1つは 4K 動画のダビンチリゾルブでの編集。もう1つは、ステーブルディフュージョンですね。での静止画生成ということです。ダビンチリゾルブの編集の時のこ条件とかも、どんな編集がしたいかっていうことを書いた上で、 観点として、4K 書き出し時の所要時間と、であとはですね、大事に、私が大事にしているのは、その 4K 動画を途中、エディットの画面で編集するときに、できるだけ滑らかに詰まらずにスクロールができるかですね。この場合、スクロールっていうのは、タイムラインを、例えば古い方から新しいこう方にこう行ったり来たり、移動して、カットを切り詰めたりとかする作業が必要ですと。その時に どうしてもですね、4K の,のプレビュー画面ですね、そのままダイレクトに表示しちゃうと、やっぱり PC には大きな処理能力が一時的に必要とされます。重なったこう出来上がりの動画とかをね、プレビュー画面のこう狭いところに表示するにせよ、1080ピクセルのところに表示するにせよ、大きな負荷がかかっちゃうんですね。ので、そこはですね、結構重要視していて、プロクシーを使ってもいいんですけれども、かつて、 アドビープレミアを, Adobe を使っていたときは、プロクシーで編集し、プロクシーベースで編集してたんですけれども、やっぱりね、プロクシー自体がストレージの中でこう一定の容量が必要とか、いろいろ考え出すと、あんまり、あんまりこう頼らずに、そのまま 4K のままで編集したいということですね。はい。ということをいろいろ聞いてみました。さすがにちょっと見た目のインパクトあるので、一回こう下げると、<laughs> あとで結果は表示しておきますけれども、どのモデルを使っても、4K 動画の書き出しや編集自体はできることはできるんですね。あらかじめ予想した通りではありますが、やっぱりその書き出し時のエンコードのこう時間ですよね。が、これが何に効いてくるかっていうと、GPU のコア数ですね。同時に いくつのコアをこう使えるかによって大きく変わってくるとで実は M1MAX は非常にそういう意味だと恵まれていたっていうか条件的にはとても良かったっていうことが分かりましたおそらくスピードを考えるなら MacBook Air は M1MAX に比べて書き出しに倍の時間がかかりますとそして 全体に 4K の単体動画の編集再生はスムーズなんだけれども、まあ、複数映像や重いエフェクトで格付きが生じるかもしれないとという、まあ、ディープリサーチの、ね、結果だとそういうことを言ってきています。で、あと熱でスローダウンするかもしれないよっていうとも言ってますね。対して MacBook Pro 2種類ですね。M4 世代2種類なんですけれども まあ、結局この2つのチョイスってメモリを盛るか GPU のコア数を盛るかの違いなんですけど結論としてはあ GPU のコア数を増やした方が、まあ、メモリは 24GB でもいいから GPU のコア数を増やした方が動画編集には有利なんだっていうことが分かりました。 はい。なので、エンコードや GPU 依存タスク書き出しですね。は、M1MAX が優位で、途中のこう、ぬるさくした、まあ、編集ですね。っていう意味だと、20コア GPU の方が滑らかだろうということですね。実は、これ以外にですね、10コアの、10コア10コアの MacBook Pro も検討はしたんですけれども、残念ながらですね、 そういう整備済み品が在庫にこうなかったんですよね。結局のところ、本体価格33万8800円。いやー、散財。もう大変っすよ。本当にその金額出すのみたいなので、上を下への大騒ぎを、ニ <laughs> レ家の中でいろいろ、いろいろ話をしたんですけれども、まあ、 必要なものはあんたの判断で買うんでしょみたいな <laughs> 会話が最後にありまして結論ですね。買うことにしたというわけでございます。